中山競馬第4競争メイクデビュー中山3歳新馬戦ダート 1200m 16頭で争われます。2コーナーポケット地点からのスタートです。各馬の枠入りが進んでいきます。偶数番号の各馬4番ラトレイヤゲートの中、10番フェイシャモノノフもゲートに収まっています。6番のホームランダービー向かいます。さあ促されてゲートの中、最後16番ベアコンコルド、全馬このレースがデビュー戦です。さあ16番ゲートに向かいます。ベアコンコルド収まって16頭全馬ゲートの中スタートしました。ベアコンコルドいいスタート、ギフトオブザナイルは後方です。さあ先行争い、まずは14番のビッグゲインが出ていきますが、それを制して7番のプリンスノットが先頭、さらには3番の真骨頂、間に4番のラトレイヤ、先端3頭に内から2番のクイーンズオーロラ加わります。あとは3馬身9番ラブロスピカ、1馬身内から6番のホームランダービーの追走、その外に並んでいく8番のポタバル、そしてその2頭の後ろ2馬身差5番のアンナプルナ、内から1番の全力ダンス、2馬身14番ビッグゲイン、13番トーアカラカウは並んで、直後に10番ペイシャモノノフ、16番のベアコンコルド並んで、あとは4馬身15番のデルマ首投げが後方進んで、それから2馬身12番我ら星の子離れて、11番ギフトオブザナイルが最後方、縦長で4コーナーのカーブ400を通過、わずかに先頭3番真骨頂、外から7番のプリンスノットが差を詰めて4コーナーをカーブ直線へ、さらには5番のアンナプルナ、その内からは1番の全力ダンス、さらに外から9番のラブロスピカが押し上げてくる、残り200を通過、先頭変わって7番のプリンスノット、内では3番真骨頂を食い下がって、その後ろは3頭固まった、内から1番全力ダンスが3番手に上がってくる、その後方ですが5番のアンナプルナ4番手、先頭7番プリンスノットゴールイン、2番手が3番真骨頂、3番手1番全力ダンス、5番のアンナプルナ4番手、その後に9番ラブロスピカ。中山競馬第4競争メイクデビュー中山3歳新馬戦、勝ったのは7番のプリンスノット、見事新馬勝ちです。2番手3番真骨頂、3番手1番全力ダンス、勝ち時計1分13秒4、上がり4ハロン50秒6、3ハロン38秒7でした。中山競馬第4競争全馬強がデビュー戦のメイクデビュー中山、制したのは7番のプリンスノット、パドトロワ3区鞍上クリストフルメール騎手、2番手が3番の真骨頂、その後3番手内から伸びた1番全力ダンス、これが3番手、5番のアンナプルナ4番手、9番ラブロスピカは5番手です。正面の掲示板1着7番プリンスノット、2着3番真骨頂、3着1番全力ダンス、4着5番アンナプルナ、5着9番ラブロスピカです。確定までお待ちください。7番のプリンスノットが勝ちました。鞍上はクリストフルメール騎手、関西馬奥村豊厩舎の管理馬パドトロワ3区です。2着が3番の真骨頂、そして3着が1番の全力ダンス、では7番3番1番の最終オーズご覧いただきます。2番人気13番人気8番人気の順です。単勝7番 3.7 倍、枠連24 19.6 倍、馬連3番7番 314.5 倍、馬単7番3番 376.7 倍、3連複1番3番7番 994.9 倍、3連単7番3番1番 4979.0 倍です。ちょっと2着馬3着馬は人気薄でしたね。中山4レース確定までお待ちいただきます。